海ちゃん、ふーちゃん、はぐれちゃったのかな。光、光だよね。どうしてこんなところにいるんだ。支配されてはいけません。心を強く持って、そして考えて。今あなたたちの前にあるのはあなたたちの大切なものです。大切な友達だ。私が泣いている時ずっとそばにいてくれた。話せないけど心で分かり合える大切な友達なんだ。大切な両親、大きくなってパパやママが私に注いでくれた愛情を少しずつ返していくつもりよ。それなのにパパやママと戦うなんてできるわけないわ。私は私が大切ですわ。もし私に何かあったら、私を愛してくださる方々を悲しませることになりますもの。私はまだ子供だからね。せめて私が幸せであることが精一杯の恩返しなんです。だから私は私が大切ですわ。では考えて。あなたたちの大切なものは、あなたたちが傷つくことを望んだりするでしょうか。違う、光は、そんなことはしない。光はいつも私を守ってくれた。これは、光じゃない。パパやママは、絶対に私を傷つけたりしないわ。私は自分を傷つけたりしませんわ。
よくだ、光の姿に騙してくれたな。Thank you.
これが伝説の鉱物エスクード。帰ろう。そうですね、そうしましょう。